渋染一期は、江戸時代末期の1856年に起こった、美全国岡山藩の被差別部落住民53、段による豪祖である。事件名称は、江戸時代に一期とされている。岡山藩の被差別部落民は、藩士より農業指導を受け農業生産を制御としていたため、他藩の被差別部落民より、生活水準は良い状況であったと言われる。しかし、 大阪商人からの借戦の増大や黒船来航に伴う警備任務などの影響で、藩の財政は危機に瀕した。池田義政は財政難を克服するため、1856年に29箇条に渡る御兼役お触れ書きを出した。この触れ書きにより、被差別ブラ民は、着物の類は無門、渋染め、藍染めに限る、うっの際や仲間の家に行くときは、 立下駄を許すが、顔見知りの百姓に出会ったら、下駄を脱ぐこと、他村へ行くときは下駄を禁じるといった差別を強いられた。各部落の人々は単眼書を出すも承認されず、岡山藩筆頭家老、意気若さ守るただし清氏への抗争を行うと決める。1856年6月、部落民は、非武装の状態で、息の軍勢と退治し、ニアに渡る、 交渉の末、探願書の差し出しに成功する。これ以降、渋染め、藍染めの着物の強制はなくなり、おふれ書きは空分化した。豪祖の罪によって十二人が入牢となり、六人が獄死、残り六人は一期の二年後に釈放された。この事件は、封建制度の時代にあって、人間の尊厳を守り抜く戦いと評される。事件の内容は、金福小丹南打った駅。 ふ社長放棄に記録されている。ありがとうございます。